黒猫ゲームズ見てね。せーの、こんにちは。黒猫チャンネルへ、いや黒猫アリチャンネルへようこそ。黒猫です。アリチョッピーです。アリチョッピー前石ころがちでね、3日前に採集したアリなんですけど、うん、今ねちょっとここに固まっちゃってるんですよ、うん、でね、こっちの方にちょっと餌をねアマゾナイトがねあげてたらねカビが生えちゃいまして、まあそれはいいんですけどね、ちょっとねすごいことが起きました。ちょっとかわいそうだけどね、出しちゃいます。はい、見てください。これわかるかな。あのね、アリがね生まれたんですよ。生まれたというか、サナギからね羽化して成虫になりました。この色がね薄いのがそうですね。わかりにくいかもしれないけど、ちょっと蓋取ろうかな。このアリはね、あのプラスチックの容器登れないみたいなのでね、ちょっと蓋取ってから撮影します。わかりますかね。これが新しく生まれてきたアリね。ちょっと他のアリに比べて色がね薄いのがわかると思います。こっちにもいるんだよね。これが生まれてきたばっかりの、生まれてきたっていうかね、サナギから成虫になったばっかりのアリです。すごいよね。何日間しか経ってないのにね、もうあっという間に成虫になっちゃうんですよ。多分ね、僕が思うのはすぐに卵ね、うん、産んだやつだと思う。一番に、うんうん、うん、最初に卵を産むだろ、うん、でから後からどんどん卵を産んでいったんかもしれん。うん、なるほど。それで時間がかかったから最初に産んだやつかもしれないよ、この二人は。うんうん、そうだね、うん、さっきに生まれたやつだね、うん、さて他にもサナギがあるんでね、生まれてくるのが楽しみです。惜しかったな、サナギから成虫になるとこ取りたかったよね。うん、でもさ、またさ出てくるときは取りたいね。そうだね、頑張って取ろう。ちょっとせっかくなんでね、マイクロスコープで拡大してアリちゃんを取りたいと思います。視聴者さん見てください、これが生まれたばっかりのアリです。生まれたばっかりっていうかね、サナギから成虫になったばっかりのアリですね。すごく体が透明ですよね。すげえな。まあ可愛いっちゃ可愛いんだけど、ちょっと雲みたいにも見えますね。アリの体ってこんな感じなんだな。これがだんだんとやっぱ黒くなっていくんだと思います。すごく綺麗です。目がね、かわいいね。瞳がかわいいですね。いやーすごいですね。採集してきてまだね3日ぐらいしか経ってないんですけど、早速ですねサナギからね成虫が羽化しました。羽化っていうか、まあ羽がねついてないんだけどね。もともとアリは蜂の仲間なんでね、羽が生えてるやつもいるんですけどね、こいつは羽生えてないやつだね。今日は短い動画になったんですけど、新しい採取してきたアリが羽化したっていう動画でした。チョッピーからお知らせがあります。このやつでひっくり返す動画あったじゃん。石をねひっくり返して、うん、アリを採取する動画ね、うん、その時見てない人いるかもしれないから、ぜひおすすめして見てもらいたいです。はいはい、そうだね、結構楽しかったよね、うん、はい、ということでこのアリを採取した石ころがしの動画も撮ってるのでまた見てください。それでは今日バイバイしますよ、せーの、バイバーイ、バイバーイ、ありがとうございました。アリくんもバイバイできるかな。どうもどうも、できないだろ